はい、聖剣伝説3実況プレイのパート17やっていきます。さあ、風の精霊の、力を得まして、これから、眠りの花畑に向かってね、ローラントを奪還していきたいと思いますというところなんですが、大丈夫だよね。はい、俺ね、このデータで1個ミスったなーって思うことがすでに1個ありまして、アンジェラ光クラスにすればよかったせっかく本作からクリティカルな扱いが変わったんだから、多分そういう強みがあったと思うんだよね。でもまあ、おそらくこのリメイク版だとアンジェラ多分他のキャラクターよりも抜きん出て強いと思うんで、まあ周回していく中でね、多分使うことにはなると思うんで、それでね、まあ、他のクラスも試しちゃおうかなと思ってます。まあ、というわけで、とりあえず、このまま、進めていくわけですが、まあ途中ね、多少レベルとかも上げたいしね、育成方法についても結構考えていかないとね、レベル99までに本当に全部スキル取れるかどうかもわからないし、そもそも普通にただラスボス倒すだけだったらレベル99まで上げないだろうしね。楽勝だ、目をつぶすことも勝てるぜ。このプロテクトアップ遅いね。よし、今んとこスキルとかの関係でリスが一番攻撃力長いっすね。いや、火力で言ったら間違いなくアンジェラなんだけど、すぐに叩き切ってやるぜ。アーマーなら溶ける。ダブルアタック、こんな力があったなんて。1ポイントだけ増えたところで何も触れないよね。とりあえずこの攻撃アップオールっていうのを取りたいんで、引き続き強化続けますね。さあ、こうだな。当面はアビリティよりも特技や魔法のね、習得を優先してやっていかないとね。この調子で行こう。どっかで宝1個取ってないんだな。まあこっち側行ってないからね、この先にあんのかも。私が倒します。皆さんは休んでいいですよ。俺たちの敵じゃなかったな。サクサクですね。一応水属性不要のアイテムを持ったんで、戦火戦ではちょっと準備間違えて、あれだったんですけど、まあ、ドレイクの鱗も持っとくか。
帰りなさい。賢者ドンペリには会えましたかな。ああ、まあ見ててくれ。はいな、お任せくださいご主人様だす。よしよし、まあある種敵が使ったのと同じ手を使って奪い返すっていうね。相手さんも自分たちがそれで城を奪ったんだから、その対策ぐらいはしようよ。今がチャンスです。ただ城内にはまだ眠っていない敵がいるかもしれない。くれぐれも気をつけてください。まあ、その対策のつもりでね、陣を封じたんだろうけれども、お、これ以上ロラント城の敵の隙にはさせません。父の無念を晴らすために。お、しかも一個ずつかと思ったら結構いい数用意してくれたし、そこにセーブポイントあるし、利用できないんかい。なんだよ。さて、とりあえずローランと攻略。この辺は大丈夫そうかな。もうクリアしとるやん。あ、ありがてえ。なんだかんだ1分400超えですよ。レベル99になる頃には HP2000 ぐらいはいけそうな勢いですね。999止まりではないと。あ、分かった。アイテムのため。あとはロブシュルク。天使の聖杯。敵おるやないかい。よしよし。よし、これでしばらく敵と遭遇しないでしょう。だといいけども。映らない鏡なのに。スクウェアさんのちょっと手抜きを発見してしまったな。なんか狙ってる。私たち強くなったのね。
は私に任せて。まあ忍者もね、こういう属性の技が使えるわけだから、あながちホークアイも多分今作ナイトブレードよりも忍者マスターにした方が使い勝手いいかもしれないね。こんな気がする。まあ、劣化アンジェラぐらいになるけど、それでも十分強いけどね。だからだ。ん？あ、こっち行けるよみたいなのが矢印出てるけど。俺たちの敵じゃなかったな。こう。よそ。皆さん一緒だと負ける気がしません。バカってからはね、こういうのがこれ結構おいしい。いや、しかしクラスチェンジ、さすがなんつうか戦闘力が一気に上がったイメージだ。スムーズ。あとこれどこにいるんだ。ひどいです。城内にモンスターを放つなんて、バール盗賊だ。絶対に許せません。一人で出てきちゃダメでしょう。わざわざ1対1で戦ったりしないから。敵です。あ、バリアンだと思った。やれ。時間を取られてしまいました。先を急ぎましょう。オッセンまでなんか崩壊いるじゃん。オッセンまでにもう1個ぐらいレベル上がりそうだな。ナバールヘーネ、父の敵、覚悟。違うんだ、俺の話を聞いてくれ。名前はホークアイ。確かに俺は元ナバール盗賊団のシーフだったが、今は逆にナバールから追われている身。今度のことは全てイザベラって女が盗賊団を乗っ取り、忍者たちの心を操ってローラントを占領させたんだ。俺はそれを止めに来た。信じてくれ。ふぅ、ありがとうよ。イザベラって女が何者なのか、俺も詳しいことはわからない。だが、これだけは言える。本当のナバール盗賊団は決して人を殺したりはしないと。俺の調べでは、イザベラというのもどうやら仮名で、今は美獣と呼ばれているようだ。俺は親友のイーグルという男を、イザベラ、いや、美獣に殺されたんだ。ビジューはさらにイーグルの妹のジェシカに乗れ、奴が死ぬとジェシカも死んでしまうような呪いをかけ、俺が手出しできないようにしているんだ。だから頼む、もしビジューと会っても奴を殺さないで捕まえるだけにしてほしいんだ。勝手なお願いだって分かってる。でも分かりました。私はこのローラントの王女だったリースです。父の仇は取りたいけれど、無実の娘さんを犠牲にはできません。ヒャッホー、さすがは王女様。
もうキスしちゃう。せっかくシリアスだったのに。何をするんですか。私。おっとすまない。つい興奮してしまって。できるかどうかわかりませんが、なんとか捕まえてみます。そうか、ありがとう。だがこれ以上みんなに迷惑をかけるわけにはいかない。なんとか俺一人でやってみるよ。じゃあ。俺は先に行く。パーティー入りしなかったキャラクターとの絡みがあるのは面白いな。はい、大丈夫です。今は動揺している場合じゃありません。動揺はしてるんだね。いきなりキスされるなんてちょっと羨ましいかも。本当にこれ行ってないエリア結構多いな。ほら宝なんか見てないマップがいっぱいある。この先いいのかな。よかった違った。敵よ気をつけて。見て違う、決まりの邪魔つけないやつだから。ありがたい。もう邪魔ね。こっちは急いでる。寝とったな今。どっちのか分かんないね今の。あら、もう。あっけなかったわね。何も問題なかったわね。新しく追加された攻撃はあれだね、なんか攻撃後の脱出に使えるね。これなんか育成ポイントが2ポイントに入ったからなこと。アルティナ、いいね。なんかつけなきゃ。さてどうするか。逆転特攻いいな。とりあえず知性は9ポイントが溜まってればいいから、あと力かな。早速装備しよう。点滅させましょう。みんな行くわよ。143入る。
ったわ。当てやすい上に高火力なのはいいよ。で、アンジェラが結構ややこしくて、精神も上げなきゃな。ホーリーボールプラス取りたいし、知性も15までは上げたいけど、まず別に光は使えるわけじゃないもんね。でしゃべよう。精度の爪、あ、救済アイテムだ今のは間違いなく救済アイテムだ。宝箱も全部返してきますね。このタイミングで夜になる。よし、チェック、あるな。よし、まずポセイドンの爪。行きましょう。水の力で炎が消えた。見て、あいつの魔力が弱まってるわ。いいね。特性入れてっから強えな。これ弱点特攻入れてるからね。シェイプシフターには間違えた。あ、こう切れた。これ切れるか。あ、それ、待て。まずいわね。受けられません。回復してあげて。あら、なんかいつの間にかやるわ。まずい。よろしく。あれ、そっちじゃねえ。これだ。回復アイテムを使ってほしい。水溶けたな。わ、相手の攻撃も激しくなってきたな。よし、
めっちゃ狙ってくるんや、避けにくい。こんなもの見せられません。乗せたぜ。一気に行け。まだまだ。小さく。オッケー。まだです。なかなか強敵やったやん。ここに回復置いてくれるようになった、それはありがてえ。はい、というわけで攻撃力アップオール覚えましたと。次どうしよっかな。クリティカルとかも上げて、デフのクリティカルアップっていうのはあってもいいな。でもオールではないか。どうするで、エンドヒールってのもいいね。守り固めとくか。これはいい。よっしゃ。では今回はここまでにさせていただきます、この先で、この聖剣3オリジナル版では最大の難所と言われている、ビルとベントの戦いですね。これがまたペルトの実況でも結構苦戦させられた相手だったんですけれども、このリメイク版ではね、どんな戦い方になるんでしょうか。また次回も頑張っていきます。では聖剣伝説3実況プレイのパート17、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、まで見ていけるな。